マカオ政長は、マカオが1999年12月20日に中華人民共和国へ返還されるまで用いられた、ポルトガルのマカオ統治機関に対する日本語での故障である。中国語では、マカオ政府である。ただしこの名称は、現在のマカオ特別行政,政府の通称と同一であるため、特にこの時期の統治機関を区別するために、オキホ政府と呼び区別している。 16世紀になると、ポルトガル人がマカオに移り住むようになった。そして1583年に、マカオ市議会が置かれ、17世紀にはポルトガルから、マカオ総督が赴任するようになるが、この時期のマカオはあくまでも外国人居留地の一種に過ぎず、統治権はあくまでも中国側にあった。ポルトガルは毎年500両を時代として収めていた。19世紀、 清とイギリスとの間で南京条約が結ばれると、ポルトガルはこれに乗じて、時代のオフの拒否、中国側行政機関の閉鎖、タイパ島、コロアネ島の占領などマカオの自国領下を進めていった。1887年、新朝との間に結ばれた、中保、和義通商条約で、他国に譲渡しないことを条件に、マカオの統治権が正式に認められた。 しかし1966年の12.3事件を境にマカオ成長は境外化し1974年のポルトガル本国で勃発したカーネーション革命によってエスタドノボ体制が崩壊新政府は全植民地の放棄を決定したマカオについてはポルトガルの海外領土からポルトガル統治下にある中国領へと法的地位を変更したポルトガル政府は 中国政府との間で返還交渉を開始し、1987年に発表した中保共同声明により、1999年12月20日をもって中国に返還されることになった。前日の12月19日をもって、マカオ政庁は閉庁し、機能をマカオ特別行政区政府に移譲した。マカオ博物館から見た返還前のマカオ市街。 ありがとうございます。